俺の名前は渋谷優里。彼女いない歴イコール年齢の三度の飯より野球が好きなごくごく普通の高校生。そんなごく普通の俺がごく普通の公衆トイレでごく普通の便器から流されてたどり着いたのは異世界で、魔族が支配する土地新魔国。そこではなんと俺様は魔王だったのです。それなんて RPG とか言っている間もなく、俺は第27代魔王に就任。陛下と呼ばれる身になって、数々のアイテムをゲットしたりしなかったり、強大な魔力で数々の困難を乗り越えたり乗り越えなかったり、何もかも皆懐かしい。そういや新魔国では黒は高貴な色らしく、黒髪黒目の俺は総国ともてはやされ、ありえないほどのモテっぷり。金髪の婚約者もできた。男だけど可愛い娘もできた。幼女だけど。おかしいな、うすらしょっぱいような気持ちになるのは気のせいか。まるで何もかも夢だったような不思議な気分だ。でも間違いなくあれは現実だった。今頃みんなどうしているだろう。俺は元気だよ。今日も元気に高校生やってます。ただいまって、勝利、なんで勝利が俺の部屋にいんの。勝利じゃないだろう、ゆうちゃん。お兄ちゃんと呼べと何度も言ってるじゃない。なんだったらお兄様、兄上、兄たまでもいいぞ。兄貴と兄は却下だが。何バカなこと言ってるんだよ。つうか留守中に弟の部屋に上がり込んで何してるわけ。いや、ちょっとパソコンをな。あ、俺のパソコン勝手にいじるなよ。野球のサイトしか見てないなんて、ゆうちゃんはそれでも健康な高校生男子か。兄として少し心配だぞ。勝手に他人の履歴見るなよ。ゆうちゃんも一度ギャルゲーでもやって女の子に関心を持った方がいいな。ギャルゲーはいいぞ。現実世界の女の子と違って可愛いし素直だし、何でも言うこと聞いてくれるし。いや、ダメなんじゃねえのそれ。そこでこの兄がゆうちゃんのために初心者向けのギャルゲーを選んでパソコンに入れておいてあげたから、これで心ゆくまで妹萌えとかメガネっ子萌えとかメイド萌えとかを堪能するといいぞ。余計なことすんなよ、いらねえよ。まあそう言うな、絶対ゆうちゃんも気に入るから。見てみろこの子。あれ、なんだこの子。どこかで見覚えが。で、うわっ、これボルフ。でも胸あるぞ。しかもなんかでかいし。なんだ、ゆうちゃんは巨乳が好みか。ツンデレ巨乳。よーし、いい萌えだ。ツンデレって。で、こっちの黒髪ショートは。ユーリ、俺の名前じゃん。何を言うか、ユーリは普通に女の子の名前だろう。ドイツ語では7月のことをユーリと。それどっかで聞いたな。てか弟と同じ名前の女キャラ使うのよせよ。渋谷くん。あ、いたいた。うわ、なんだよ村田、勝手に入ってくんなよ。もう勝手じゃないよ、巫女さんが上がっていいって言ったもん。人んちの母親を名前で呼ぶなよ。天気もいいし動物園でも行かない。ん、動物園。最近リニューアルしたんだって。触れ合い広場もあるよ。おい、来て早々うちの弟をナンパするな。いけませんよゆうちゃん、不純な交友関係は異性間に限らないと。って何の話だよ。これはこれは友達のお兄さん、こんにちは、お久しぶりですね。はい、こんにちは。はい、でも残念、ゆうちゃんはこれからこのギャルゲーをプレイするからデートには行けません。勝手に決めんなよ。やらねえよ。
あれ、あ、この画面の女の子、オンビーレフェルト卿に似てるね。うん、こっちの黒髪ショートは、あ、見るな、村田は見るな。あ、わざわざこんなそっくりさんが出てくるゲームを選ぶなんて、渋谷ってやっぱり、なんだよ、これは俺が選んだんじゃなくて勝利が、隠さなくてもいいよ。口ではあれこれ言ってても結構まんざらでもなかったんだね。うん、それならそうと素直に言えばいいのに。違うって、何言ってるんだよ村田。よくわかってるじゃないか、弟のお友達。ゆうちゃんは釣れない態度をとっていても実はお兄ちゃん大好きっ子で。それストーカーの発想だよ。よし、わかった、出かけよう。勝利に付き合ってギャルゲーするより村田と出かける方が数倍マシだ。なんてこと言うんだゆうちゃん、兄は悲しいぞ。あれ、なんか意地張らせちゃったかな。ごめんね、ゲームやりたかったらやっててもいいよ。渋谷がフォンビーレフェルト卿を攻略しているところもちょっと見てみたいし。いや、やりたくないです、全然、超全く、これっぽっちも。今すぐ俺をどこか遠くに連れて行ってください、勝利の手の届かないところへ。ゆうちゃん、動物園でいい？他に渋谷が行きたいところがあったら付き合うけど。そうだな、動物園もいいけど、天気もいいし公園でのんびり散歩でもしね。ちょっと待った、公園はカップルの行くところ、行けません。変なフラグが立ったらどうするんです。立たねえよ、つーか昼間からカップルなんていませんから。四つ葉のクローバーを見つけたり、散歩中の犬に吠えられて抱きついたり、転んでイチゴパンツが見えちゃったり。見えねえよ。渋谷のは黒の紐パンだしね。ちょ、何言い出すんだよ村田。ゆうちゃんが、うちのゆうちゃんがそんなセクシーな下着を。嘘だ。というか、なんでそんなことを知ってるんだ。やめろよ村田、これ以上勝利を刺激すんな。ごめんごめん、つい面白くて。公園で散歩だったね。いいよ、天気もいいし。あ、そうだ、いい天気って言えばさ、あっちは地球より少し季節が遅いから今頃は花盛りだろうね。そっか、もうそんな季節か。そういえば俺、あっちでお花見したことあるんだよ、みんな呼んでさ。渋谷ってそういう季節行事っぽいこと好きそう。楽しかったけど大騒ぎだったな、あの時は。一件タイム終了。お疲れ様でした。これで今日はもうフリータイムですね。いや、最後の一件は死ぬかと思った。なんてたっけ、あの全身ムキムキのマッチョメンズ。ああ、花男族、彼らは優秀な戦士でもあるんですよ。お気に召したかと思ってたんだけど。逃げたいのを我慢してたの。花のマッチョメンズが逆立ちしたまま行進してきたんだぞ。怯えるだろ、普通怯えるだろ。彼らにとっては頭を極限まで下げるという最高の敬意表明の姿勢なんです。頭が低くても股間が高いのはいかがなものかと。しかも全員その股間に花一輪挟んでたのは何で、何のアピール。髪飾りみたいなものらしいですよ。戦場では勇猛果敢だけど、普段はとてもしとやかな民族だから。飾るなよ、絶対逆効果だよ。あー、ダメだ、当分は花を見るたびにうなされそう。もったいない、最近の陽気で庭の花も綺麗に咲き始めてるのに。
ああ、そういえば桜でしたっけ。あれは本当に見事ですね。桜って桜？へえ、こっちにもあるんだ。桜前線新魔国にも到来してんの？いえ、こちらにはない花です。ユーリが初めてこの世界に来た時の服のポケットに紛れ込んでたんですよ。ああ、そういえば。そっか、あれは桜の季節だったな。そんなに前のことじゃないのに、なんかすっげー昔みたい。珍しい花だったもので母上がお喜びになって遊び半分で中庭に埋められたんですが、アニシナの植物栄養剤を与えたら芽吹いた上に一気に成長してしまって、今朝見たら見事に満開でした。ってすごいな、それどんな栄養素が詰まってんだよ。高級店イソフラボン飲んじゃいけませんよ。体内に摂取すると血管が数百本切れるそうだから。誰で試したんだろう。せっかくだからちょっと見に行ってみませんか。本当に綺麗だし、それに日本の花なら懐かしいでしょ。うん、行く行く。満開の桜と聞いて行かない日本人がいますかって。うわー、本当だ、すっげー綺麗。こんなに華やかに咲く花はこちらでも珍しい。みんなも喜ぶんじゃないかな。そうだ、それじゃあお披露目も兼ねてお花見しようよ。ここで花を見ながら飯にすんの、みんなで集まってさ、いいと思わない？なるほど、楽しそうですね。早速呼んでみますか。うん面白くなってきたぞ。おお、これは見事なものですね。さすがは陛下の育ったお国の花。繊細でそれでいてとろけそうに華やかです。新魔国の花も十分美しいが、まあこれはこれで悪くないな。でしょ、やっぱ桜ってのは日本の誇りですよ。文化ですよ、心の花ですよ。そこで陛下はこの花のお披露目宴会、お花見というものをなさりたいそうだ。お花見とはどのような催し物なのでしょう。ただの宴会とは違うのか。具体的には何をするんだ。まあ花を見る以外はそんなに違わないんだけどさ、日本で花見といえばなんつうかもうお約束で、みんなで花の下に集まって食ったり飲んだり芸をしたり踊ったり、とにかく楽しく過ごすんだよ。見頃の短い花だからさ、一度にすっげえ人が集まってさ、有名な花見会場には出店やら屋台なんかも出るくらいなんだ。まあでも結局は自分たちで凝ったお弁当を作ってそれを広げるのが一番美味しかったりするんだけどね。あんまり楽しいから酔っ払いがそのまま桜の下で腹出して寝ちゃったりして、いつもニュースになってたな。な、風流だろ。風流か。なるほど、楽しそうではありませんか。お花見早速準備いたしましょう。よし、そう来なくちゃ。しかし先ほどのお話ですと、どうやら各々の参加者にも相当な技量が要求されるのですね。は、これは負けられません。このフォンクライスト・ギュンタ試着してまいりますので、これにてごめん。なんでそんな張り切ってんの。おい、ちょっとギュンタ。確かに準備が必要だな。僕も着替えてくる。ってコスプレ大会じゃないよ。おい、私も支度に戻る。まあたまにはよかろう、いい精神集中にもなる。では。集中しなくていいんだって。ねえグエ、行っちゃった。なんだよ、みんな何しに戻ったの。何か勘違いしたのかな。支度が必要とか言ってましたね。宴会の支度なら俺が手配するのに。ま、そのうち戻ってきそうだったから放っておいても大丈夫かな。どうします、お花見
このまま続けましょうか。花よりコンラッド。桜もいいけど、舞い散る桜の中に佇むハリウッド俳優みたいな男も絵になるな。普段魔族の超絶美形に紛れてあまり意識してなかったけど、コンラッドも整った顔してるんだよ。鼻筋がスッと通ってて、目元も涼やかだし、瞳には銀の光が散っててすごく印象深いし、映画のオーディションとかに出たらきっと脚本家が一番気に入る。審査員のコメントはこうだ。彼の演技の裏側には真実が見えるから。こんな人が名付け親だってのはちょっとした自慢だったりするけど、ただそれだけじゃないんだよな。懐かしいっていうか、安らぐっていうか、なんだろうこの感じ。俺、あんたとどっかで会ってるかな。いや、ユリ。うわ、何？それは俺のセリフですよ。俺の顔を見たまま固まってるから、どうしたのかと。俺の顔に何かついてます？花びら？木の葉？それとも毛虫でも？毛虫はまだ早いって。あれは葉桜になってからが本番、大量発生すんだよ。うわー、冷た。あ、なんか背中にポタって。雨でも降ってきた？でも晴れてるよな。あー、でもなんか背中を伝わってる。むしろこう張ってる感じ。張ってる？てか申し上げにくいんですが、まさか今俺の背中に。ええ、毛虫らしきものが効果侵入しました。うわあ！ちょっとこら、毛虫、まだ時期が早いだろ。毛虫、出てこいって。中で潰れちゃったらどうすんだよ。そんな感触知りたくないっつうか、お互いにとって大惨事だろ。下から出せませんか？とりあえずシャツの裾を出して。ああ、そんな無理に生地を引っ張ると大惨事に。大惨事は嫌。じゃあ先に上着を脱いでください。服を強く押さえすぎないよう慎重にボタンを外して。そんな微妙な この。ああ、手が震えてボタン外せないよ。落ち着いて、俺が外すから。さ、手をどけて。大丈夫、俺に任せて。うん。おかしいな、どこにもいない。どこか感じるところは？わかんないよ。いいから早くお願い。せかさないで。ここかな、それとも、あ、ここ？違うみたい。それじゃあこっちは？変なとこ触んないで。やめていいの？やだよ、やめないで。それじゃあいいね。うん。あ、ちょっと待ってください。え、何？もしかして下の方ですかね。下って、下？よし、ユリ、ベルトも外しますよ。よしって、いいです、こっちはいいです。でも探さないと困るでしょう。毒を持ってるかもしれない。毒？そんな毛虫に刺されたらどうなっちゃうんだ。立派になるかも。いや、そんなドーピングは嫌だ。じゃあやっぱり下も脱がないと。ほら。やめてー、あーれー。お前ら。ああ、ボルフラム、どうしたんだよ、そんなに巻き舌で。胸騒ぎがして戻ってみれば。お前ら、こうちゅうの面前で何をしてるんだ。何って、毛虫取ってもらってたの。
な。そうそう、ユーリの服の中に入ってしまったからそれを探そうとね。毛虫？それでユーリを脱がせていたのか。脱がせてたんじゃないよ、服の中を調べていたんだね、陛下。うん、でも下は自分で探すから。おかしいな、どこ行ったんだあいつ。わかった、どけコンラート。ユーリは僕が脱がす。あ、だから脱がすとかじゃなくて。はいはい。いや、はいはいじゃなくて、これは婚約者の義務であり権利だ。さあ手をどけろユーリ。僕がこの手で体の隅々まで調べ尽くしてやる。バカ、やめろって。あ、そんな強くガチャガチャしたら中が大惨事に、大惨事に。もうブブ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 。あー、ギュンタ、なんであんたまで巻き舌で。なんと、なんと、羨ましい。いいえ、恐れ多い真似をしているのですか。まあいいや、とにかくこの強引なプーを止めてくれ。こんなにされたら、俺の下半身が、下半身が。え、下半身。おとなしくしろ、金具が外れないだろ。外すな。吹くな。申し訳ございません、ビクチク。いい、かくなる上は負傷をフォンクライスト・ギュンタ命に変えましてもボルフラムを止めて、そして私の手で陛下をお脱がせいたします。なんでそうなるんだ。さあボルフラム、そこをどきなさい。お前こそ邪魔をするな。うわ、潰れる、中で毛虫が潰れる。コンラッド、見てないで助けて。ほらボルフ、ギュンター、いい加減にしないか、陛下がお困りだろう。落ち着いて、ちゃんと順番を守って。順番じゃない、だから僕が脱がすと言っている。いいえ、私が。誰だ、今手を突っ込んだやつは誰だ。脱ぐの脱がすのと何をハレンチに騒いでいる。ああ、グエ助けて、低層が、なぜか俺の低層が。侍女たちが大喜び。いや、大騒ぎで作業にならん。そういうことは部屋で静かにやれ。部屋でもやらないから。そうか、まあ人目につかぬ場所であればいい。私も野暮を言うつもりはない。最低限のことはわきまえなさい。以上で生活指導は終わります。ではごきげんよう。行かないで、違うんだって、毛虫なんだよ。毛虫？確かに毛虫が一匹お前らの足元を張っているが、それがどうかしたのか。は？え？な？ああ、ここにいたのか。捕獲成功です、陛下。あ、よかった、よかった。何かを失う前で本当によかった。チュ、今舌打ちした。チュ、チュってなんだよ。うん、このだし巻き卵すっげーおいしいよ。そうか、それはゴリエジルジルだけからだしを取った。なんだそれ、グリエの親戚。まあとにかくうまいよ。まさかグエンがお弁当作りに戻ってくれてたなんてな。作業とか言ってたのは料理のことだったんだ。花見には凝った弁当が必要だとお前が言ったのではないか。でも本当に作ってくれるなんてさ、やっぱ長男は違うね。ボルフとギュンターは何しに行って何しに戻ってきたのか意味わかんねえし。申し訳ございません、私てっきり園芸協議会の類かと思い、芸道を極めるべく精進しておりました。
今から精進していつ極まるんだよ。来年か？来年の花見か？僕は優里が木の下で寝ると言ったから寝巻きに着替えようとしてだな。違うから、寝るのは基本的に想定外だから。まあいいじゃないですか、綺麗な花にうまい料理。確かにいいもんですね、花見って。だろう？いやー、本当言い出してよかった。久々のクリーンヒットだね、これは。和むのもいいが、催し物が何もないのはやはり寂しい気もするな。そっか、じゃあ花見といえばカラオケとか。カラオケとはなんだ、男か。男でも女でも生き物でもねえよ、歌だよ歌。ああ、そういや俺新魔国の歌って何も知らないかも。いい機会だから誰か歌ってよ。いいだろう、ではまず僕が歌おう。お、まさに天使の歌声ってやつ。こりゃ期待できるかな。ああ、期待していいぞ。そして僕の美声に惚れ直すがいい。考えとく。で、どんな歌？新魔国の若者の間で大流行中の演歌という種類の歌だ。演歌が若者に人気なんだ。個人的には嫌いじゃないけど。まあこっちにはロックとかないもんな。よし、演歌よろしく。では行くぞ。1番フォンビーレフェルト・ボルフラム、歌います。よ、待ってました美少年。若者の間で大流行中の演歌、この恨み晴らさでおくべきか。ちょっと待て、ハンマー。何なんだよその花見に超ふさわしくない題名は。だから今流行っている演歌だ。歌詞に込められた怨念の壮絶さは一度聞いたら一生忘れられないという。やめろよ、なんでそんなの歌うんだよ。ダメダメ、曲目変更。なんだと、わがまま言うな。いや、お前が言うな。でもおかしいな、演歌が若者に流行ってるなんて聞いたこともないけど。お前が知らないだけじゃないのか。僕は確かにギーゼラから聞いたんだ。ギーゼラ、ああ、なるほど。ボルフラム、言いにくいんだが、それはどうだろうな。どうだろうって、何がだ。ギュンタ。何です？あまり人の弟で遊ぶなとギーゼラに伝えておけ。善処します。なんかよくわかんないけど、まあいいや、とにかく次、次だよ、次行ってみよう。仕方ありません、僭越ながらここは私が責任を取って一曲。だから何の責任だ。陛下、伝統的な歌謡を今風に編曲して巷で流行中という賛美歌でよろしいですか。へえ、今風の賛美歌？ゴスペルみたいなもんかな。いいね、ぜひお願い。かしこまりました。では改めまして、1番不肖フォン・クライスト・ギュンターが歌います。よっ、待ってました超絶美形。さすが日本人らしい掛け声だ。歌は最新流行の賛美な歌、すなわち賛美歌。え？毒音なアニシナと淵の蝶の騎士官、いざ張り切ってまいります。待て、ちょっと待て。何ですかグエンダル。私一度出鼻をくじかれると節がずれて歌えなくなるたちなのですが。歌わんでいい。だいたい毒女アニシナは読み物ではなかったのか。いえ、これは不況用に数え歌にしたもので、何でも世界中で大好評だとアニシナが言ってましたよ。嘘に決まってるだろう。
何ですって？本当は流行ってないのですか？私、ボルフラムの二の舞ですか？え？まさか演歌も流行ってないのか？ボルフ、今頃。とにかくそのような有害消化は今後場内での視聴および歌唱を禁ずる。ああ、私は構いませんが、アニシナが何というか、というかアニシナに何というか、うん、お願いしますね、グエンダル。まあ、いずれ。でも、永遠の被害者グ・ウエダルの行く末が気になるんだけど。気にしなくていい。そもそもその登場人物の名前からして気に食わん。大体歌など歌わなくても花見はできるのだろう。まあそりゃね、できるけどさ。やん、そんなのつまんない。え、チェリ様？母上、お戻りになられていたのですか？ええ、たった今着いたばかりだけど、中に国の近くを通ったものだからちょっと寄ってみたの。そしたら以前に植えた陛下のお国の花が見事に咲いていて、しかもそれをお祝いしてるって言うじゃない。もういても立ってもいられなくて。ねえ、私も同席させていただいてもよろしくて。へいか。もちろんです。あ、肘が、肘が。母上、むやみに有利にくっつくのはやめてください。あん、あたくしのゴルフ、もうすっかりやきもち焼きさんになっちゃって。かわいい。僕が嫉妬深いわけじゃありません。有利が天然しりがる系の浮気者なので、監視に忙しいだけです。ちょっと変なこと広めないでくれる？いいのよ、陛下も男の人ですものね。私、理解してるつもり。理解しないでください。違いますから。それより歌を歌っていたんでしょ？とっても素敵な発想だわ。グエン、ぜひ歌ってね。部長訪問ゆえお断りします。もう相変わらず釣れない子ね。じゃあボルフは？ギュータは？もう歌ったのかしら？それが、私はもう。どうしたの？二人とも悪い女に騙されたダメな男みたいに見えてよ。もう。ああ母上、傷に塩を塗り込まないで。今度後、あなたが歌ったら？俺ですか？踊りはともかく、歌はちょっと。歌えるでしょ？よく鼻歌を口ずさんでいたじゃない。なんと言ったかしら。ほら、異国の曲で。異国の曲？いや、あれは。歌詞の意味はわからないけど、私、あの曲は好きよ。なんだかとっても愛に満ちているもの。きっとこのお花たちにも合うんじゃないかしらね。俺も聞きたいな。歌ってよ、コンラッド。二人揃って勘弁してください。ちゃんと覚えてないから鼻歌なんじゃないですか？歌詞なんて適当でいいのに。失礼いたします。は終わりましたので、お言葉に甘えて来てしまいました。ああ、待っていた。その辺に座るといい。あ、みんなも来てくれたんだ。弁当作りを手伝ってもらったからな。それに花見は皆でするものだと聞いたので呼んでおいた。問題があるなら下がらせよう。とんでもない、大歓迎だよ。多ければ多い方が楽しいもんね。それを聞いて安心しました。実は俺もあちこち声をかけておいたので、そろそろ。どうもグリエです。ご招待ありがとうございます。
早く。なんだよ、城に戻ってたんなら顔出せよ。いや、今の上司は人使いが荒いんで、なかなか時間が取れませんで。そっか、大変なんだな。じゃあせめて今だけでもゆっくり花見してってくれよ。ほら、花も綺麗だし、ご飯もたくさんあるぞ。うひょー、こりゃまたうまそうな弁当じゃないですか。それじゃ遠慮なく、いただきます。おい、花は虫かよ。こりゃ本当にいい味だ。さすが陛下主催の宴会料理は違いますね。よく味わえよな。なんたってお前の上司の手作り弁当なんだから。どうかしたか。いえ、別に。この度は私ごときにまでお声をかけてください。強烈至極に残念立てまつります。あら、あなたは確かバカスコスね。バカバカスコスも。いいよいいよ、遠慮しないで一緒に楽しもうぜ。恐縮であります。貴族の皆様方の宴会に私ごときを混ぜてくださるとは。バカスコスはいい、バカスコスは感無量でございます。何言ってんだよ、大げさだな。いいからほら飲んで飲んで。ちょ陛下からお酌など。みんなもどんどん飲んでくれよ。俺は禁酒禁煙だけど、成人魔族の皆さんは遠慮無用だぞ。コンラート、いくら陛下が身分を問わないお方とはいえ、一般兵からダカスコス一人を呼ぶのは。いや、ちょうど通りかかったから何か雑用ができたら頼もうと思って。ああ、でしたら最適な人選ですね。おや、これが桜というものですか。私の植物栄養剤の成果とはいえ、なかなか美しく咲いたものです。汚いですね、グエンダ。酒など吹いて好感度が下がりますよ。おにしなさんまで。いいね、みんな集まってくれて。やっぱ花見はこうでなくちゃ。ちょうどいいわ。アニシナ、あなたが歌ってくださらない。グエンもコンラートも恥ずかしがって歌ってくれないのよ。でしょうね。普段から大口を叩いている男ほど、いざとなると尻込みするものです。大口などよろしいでしょう。この見事な花の下での宴会に、私がさらなる花を咲かせてみせましょう。歌は世界中で大好評の唱歌、毒女アニシナと不知の蝶の騎士官、とくとお聴きください。おや、その歌でしたら先ほどグエンダルが禁止だと。おい、あら、グエンダルが何か。いや、何でも。え、そグエンダルが何か。まあまあ、そんなにうちの大将いじめないでよ、アニシナちゃん。ちゃん、アニシナちゃん。その呼び方はおやめなさいと言ってるでしょ、グレーヨザック。かわいいのに。まったく、これだから顔と筋力で選んだ男だらけの情報部員は脳なしばかりだというのです。ねえねえ、あの二人ってどういうご関係かしら。もしかして陛下とグエンダル閣下を交えた四角関係。おい、お前たち聞こえたぞ。あ、ボルフラム閣下。ふざけるな。申し訳ありません、ついはしたないことを。なぜ死角なんだ。なぜ僕も含めて語学関係と言わないんだ。あら、またすねちゃった。かわいいわ、私のボルフラム。
肌の悪酔いじゃないかな。ボールフラム、おやめなさい。陛下の御前で酔って絡むなど見苦しいにも程がありますよ。そもそも私も入れて六角関係ではないですか。ユンダーは数に入ってないろ。なんですって。その前に私を抜け。ねえ、何の話？俺も混ぜてよ。僭越ながら陛下はとっくの昔に混ざっておいでですよ。え、嘘。ああ、この舞い散る花吹雪のように美しく吹き荒れる恋の嵐。素敵素敵、私も混ぜて。ダメですよ母上、あなたが混ざるとややこしくて仕方がない。もうコンラートったら、自分が混ざってるからって。母上、お疲れ様でした。今日はすっかりホスト役でしたね。大変だったでしょう。いやー、まあ最後の方はなんか大混乱でよくわかんなかったな。でもすっげー楽しかった。それはよかった。俺も楽しかったですよ。宴の最後には優里の美声も堪能できたしね。あ、なんだよ、悪かったな。どうせ音痴だよ。とんでもない。皆も聞き惚れてはいなかったけど、十分楽しんでましたよ。だいたいコンラッドが歌わないから俺が歌う羽目になったのに。とてもああいった席で披露できる代物ではないもので。よく言うよ、セリ様だって褒めてたのにさ。なあコンラッド、もしかして異国の曲って。え、何です？ああ、ごめん。やっぱいいや。来年もやろうな、花見。またみんなで集まってさ。みんなで。え、そうですね。それじゃ、今日は疲れてるでしょうから、ゆっくりお休みください。うん。でも、なんかまだ興奮してて、眠れないかも。もしかして、子守歌でもご所望ですか？まさか、そこまで子供じゃないっつーの。そうですね。ではまた明日、いつもの時間に起こしに来ますから。うん、頼むよ。おやすみ。ああ、子守歌がいらないってたのに。でも前にも。俺、あんたとどっかで会ってるかな。いや、前にも歌ってくれたよな。どうぞ健やかに。そしてこの先の何年かがあなたにとって幸いな日々でありますように。そう言ってくれたのはいつだっけ。よくわかんねえよな。だってずっと昔からそばにいてくれた気がするから。
おやすみなさい、陛下。渋谷、歌ったんだ。なんだよ。いや、別に。しょうがないだろ、引っ込みつかなくなったんだから。だからって応援歌はどうかと思うよ。だって俺のレパートリーなんてそれぐらいしかないんだもん。ボケたつもりだったんだけどな。ん？どうした村田。ところで、いつまでいるつもりなんだ、弟のお友達。うちで夕飯まで食べていくつもりか。何？嘘、もうこんな時間？出かけようと思ってたのに。話に夢中になりすぎたね。もう夕方だよ。いい若者がこんな天気のいい日に家の中でだべって過ごすというのは不健康かつ虚しいな。弟の部屋でギャルゲーやってたやつに言われたくないよ。今までずっとゲームやってたんですか？うん。お前たちは学校の話でもしていたのか。話がよくわからなくて退屈なのでギャルゲーを進めておいた。もうじき3人目のエンディングが見られそうだ。没頭しすぎだよ。ああ、なんかいい匂いがしてきた。お袋カレー作ってんな。どうせたくさん作ってるだろうから村田も食ってけよ。悪いな、じゃあ遠慮なく。最初からそのつもりだったんじゃないだろうな、弟のお友達。やだな、そんなことないですよ、友達のお兄さん。どうでもいいから早く下に降りようぜ。腹減ったよ俺。勝利も早く来いよ。ちょっと待て、今セーブしてパソコンを終了させてから先に行って勝利の分まで食べちゃおうぜ村田。了解。ちょっと待ちなさい。ほらゆうちゃん、ついでにそこのメガネっ子、待ちなさいと言っているだろう。